誰が T シャツ踏まれたんじゃ。デザインじゃデザイン、スクエア俊介です。よろしくお願いします。はい、ということで今回はですね、刀剣ミッチャーの新商品、はい、を紹介します。お、何かわかりますね。シトラスティーみたいなことですよね。はい、で実は、うん、よく見ると刀剣ミッチャーじゃないんですよ、それ。え、刀剣美水微水？あ、本当だ。水なんじゃないかなと。確かに。コンビニで見かけて、味がついたお茶なんだろうなと思ったんですけど、どうも違うようなので、へー。買ってみました。あー、匂いはでも、柑橘系の。水なんですかね、本当に。なんか最近水って言っても、ジュースみたいなのあるじゃないですか。はい、ありますね。ヨガスみたいな。実に、ジュースに近い。けど、甘くはないですね。うん、うん、ちょっと甘いけど、ジュースほどは甘くない。中の味に似てるなと思ったら、アクエリアスの砂糖を減らした感じの。あ、似てますね。アクエリアスレモンの、あんまり砂糖入ってない、甘くない感じ。刀剣ミッチャーではないですね。全然違いますね。全く違う商品、うん。何が入ってるんですか？いっぱい入ってますね。7種類入ってますね。レモン、みかん、ゆずピール、ラッカン、これなんていうの、ハトムギ、月味噌、大麦若葉は、そのお茶にも入ってる成分も3つ入ってるっていう。いっぱい入ってますね。柑橘系と、あとなんか薬草って言うんですか、ね、3種類はハトムギ、玄米、月味噌。 CM のキャッチフレーズですね。 CM と一緒ですよ。体に良さそうな感じですね。で確かにアクエリアスにかなり似てますね。似てますね。これはこれ砂糖入ってます？あ、入ってますね、多分。カロリーはどうですか？100ml あたり15カロリー。まあかなり少ない。100以内ですね、多分これ1本ペットボトルで。うん、では点数をつけてください。Today's Shusuke's Point。ブン !100 点中82点高得点ということでいいですか？そうですね。はい、まあ、美味しいですね。美味しいもあり、カロリー控えめなので。うん、ごくごく飲めるのと、スポーツでもいいなとか思いましたし、甘くないっていうのが本当いい大きいポイントですね。結構爽やかな感じで。そうですね。はい、あと夏にぴったりかなと。でもあんまり刀剣ミッチャーとは思わない方がいいですね。全く別の商品ですね。そうですね。はい、なんでこの微水というね、ロゴにもね気をつけていただきたいなと思います。